アジのたたきを作っていきます。まず、税後を落とします。鱗を落としていきます。それでは頭と内臓を落としていきます。次に血合いをきれいにします。このようにきれいにします。それではさばいていきます。
骨をすいていきます。小骨を抜いていきます。それでは小骨を抜いたアジの皮を剥いでいきます。包丁の裏を使っていきます。それではアジの皮を剥いでいきます。このようにきれいに剥がれます。それでは、細切りにしていきます。
薬味を刻んでいきます。アジを細切りにしたものと、薬味をこう叩き合わせて叩きにする方法もあるのですが、混ぜて食べる方が、食べやすいと思います。このようになります。それでは盛り付けていきます。はい、アジのたたきの完成です。それではいただいてみたいと思います。